こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は五胡十六国時代、後進の義父王、楊穰です。はい。どんな人ですか？彼は羌族の武将、楊翼中の、五男として生まれるんだ。あの楊翼中ですか？かっこいい親分でしたよね。はい。楊翼中にはたくさんの男子がいたのだけれど、その中でも楊穰は、民をよく安抚したので、兵士も民衆もみんな、彼を敬愛したと言うんだ。父の楊翼中も、みんなから愛されましたよね。そうでしたよね。そして民衆は楊翼中へ、楊穰を後継に立てるよう求めたんだ。おお、すごい人気ですね。しかし楊穰が長男でないことから、最初、楊翼中は認めなかったんだ。長男がいるのでは、難しいですよね。しかし、この請願が、一日に数千を超えるほどとなり、楊翼中も、その声を無視できなくなったんだ。すごい人気ですね。逆に怖いですよ。それで楊翼中もようやく、楊穰に兵を授け、後継者にしたと言うんだ。すごい人気ですね。アイドルみたい。楊翼中も楊穰も、初めは関氏の校長に基準していたんだけど、後半は後継者争いにより争いが続いたんだ。そうだったよね。そして全便により校長が乗っ取られると、生き残った関一族の、関氏を助けるため、楊翼中は楊穰に兵を与えて、関氏救援に向かわせている。はい。出兵に際して楊翼中は、全便は陣を捨て義に背き、関氏を吐滅した。我はかつて関子より、熱い恩子を賜った。自ら復讐すべきであるが、老病ゆえにそれができない。難事の際は全便に従倍する。もし奴を殺すか、捕らえるかができないなら、二度と戻ってくるな、と言って送り出しているんだ。楊翼中の言葉には、一つ一つ力がありますよね。楊穰は、校長の将軍赤根、前縁の将軍越縁、と協力して、三方から全便を攻撃し、見事打ち破った。おお、よかったですね。しかし全便を、取り逃してしまった。惜しかったですねー。しかし全便が軍を立て直すことで、戦は終わらずに、最後は関氏が殺されてしまうんだ。全便を殺せなかったのは、致命的なことだったのですね。楊翼中は怒って、楊穰に百条の罰を加えたと言うんだ。マジですか。厳しいけど、ことの重大さを考えたらしょうがないかも。そして関氏の校長が滅び、父楊翼中も死ぬことになる。はい。楊翼中は死に際して、自分の死後は、当心に忠節を尽くすように、と楊穰に伝えている。忠義に扱ったのですね。父の死後、楊穰はその集団を継承すると、しばらくの間、父の死を秘匿して、もう発しなかったんだ。楊翼中の死が分かったら、周辺部族から舐められて、攻撃されたりしますよね。また楊穰軍の多くは漢中出身であり、漢中へ帰るべく、当時漢中を支配していた、不死の前進と激しく戦う。みんな、故郷に戻りたいと思うのですね。しかし、前進との戦いでは、何度も敗れてしまうんだ。そうですか。残念ですね。しかし家臣や兄弟に助けられて、なんとか生き延びる。良い家臣や兄弟がいて、よかったですね。敗戦後は、南の東進へ帰順することになる。父親の言う通りにしたのですね。これで安心ですね。しかし東進では、楊穰を快く受け入れてくれる人がいる一方、その武勇を恐れて、楊穰を排除しようとする人物も多数いたんだ。良い人ばかりじゃないですね。ここでも安心できないのですね。
特に将軍胤禛は、病状の武勇を妬み、また恐れて、何度も使客を派遣するんだ。うわぁ、宮廷はドロドロしていますね。殺されてしまったのですか。ところが大丈夫だったんだ。え、そうなのですか。実は送られた使客はみんな、内情を漏らしてしまい。おぉ。逆に養生は彼らを臣下に迎えて、旧臣のように遇したというんだ。すごいですねー。養生は人徳が、人一倍あるのですね。怒った胤禛は、今度は将軍義兄に、5000余りの兵を与えて、直接養生を襲わせる。うわぁ、そこまでするのですね。しかし養生はこれを、返り討ちにしてしまい、その兵を吸収してしまう。うわぁ、養生強いですねー。でもそんなことがずっと続くのって、嫌ですねー。ノイローゼになりそう。そしてある時、胤禛を中心にして、北伐が計画されるんだ。異民族に支配された北方を取り戻すのですね。そして養生が前方に指名される。前方とは大切な役ですね。でも、これは胤禛の罠でもあるんだ。ということは、胤禛は戦争に養生を連れて行き、密かに殺そうとするんだ。また陰謀ですね。嫌ですね。そして胤禛軍と養生軍は、遠征の途中で戦争してしまう。ああ、ついにですね。もう胤禛と修復はできないですね。その後、養生は東進に使者を派遣して、自分の正当性と、胤禛の非を説明したが、その後東進へ戻ることはなかった。まあ、もう東進の将軍と、戦っちゃったもんね。しかし養生は、人間的魅力があったようで、養生が逃げてきた攻勢では、東進の支配下であるはずなのに、民衆が東進の領主を捕らえて、国ごと養生に帰順してしまう、ということが起こった。おお、養生は民衆から、絶大な支持を受けていたのですね。この事件には、東進朝廷が震え上がったというんだ。それはそうだよ。こんなことが続いたら、東進が滅びてしまうよ。そして養生24歳の時に、大将軍、大膳を自称して、完全に独立をする。しょうがないよね。独立した後、養生や家臣の多くが、漢中出身だったことから、再び漢中の攻略を目指すんだ。はい。まずは洛陽に攻め入るのだけれど、洛陽は堅牢な地であり、なかなか攻め取れなかった。そうなのですね。そのうちに、東進から将軍関温が、養生討伐のために、軍を編成して、攻め寄せてくるんだ。東進は養生を許さないのですね。この戦いにおいて、養生は大敗してしまい、命からがら平陽という場所まで、逃げ延びるんだ。命からがらなのですね。大敗したのですね。しかし負けたはずの養生には、なぜかいつも助けが現れる。そうなのですか。次は漢中を支配する、敵国前進の、平州士隠石という人が、兵を率いて養生に帰順してくる。なんだろう、この不思議な感じ。いくら負けても、誰かが助けてくれるのですね。そして、前進の大将軍長平が平陽の養生を攻め、養生はこれに敗れるのだけど、その後なぜか義兄弟のちぎりを交わして、同盟を結ぶんだ。頭に大きなハテナが浮かぶのですが、どんな敵とでも仲良くなれたのですね。その後も前進が守る、漢中への進撃を続けるのだけれど、当時の皇帝不正に阻まれて、漢中を手に入れることは叶わなかった。難しいですね。そして最後は前進軍との交戦中に、敵の計略にはまり、敵軍内で孤立してしまい、捕まり殺されてしまう。残念ですね。なんか戦争ではなく、養生はもっと良い生き方が、できた気がします。
そうですね。病状ははっきり言って、戦争では何度も負けているし、戦争が得意なわけではないよ。そうだよね。けれど何度負けても、必ず誰かが助けてくれるし、民衆や兵士にもとても好かれていた。そうですよね。実際、病状が死んだ時には、当身の民衆でさえ涙を流して悲しんだと、言われているんだ。末端の兵士や民衆を大切にしていたのでしょうね。生まれる時代が違って、平安の時代であれば、きっと良い王様になっていたのでしょうね。本当ですね。今日の話はこれでおしまいです。それではまた。またまた。